スマホで手軽に AI イラストを無料で生成したいと思った人におすすめなのが、LINE で画像生成できる AI イラストくんになります。他の AI イラストメーカーと同様に質の高いイラスト、実写、背景をスマホで生成してくれます。また、AI イラストくんではクロンプト内に日本語の呪文を入れると生成できてしまうので、面倒な翻訳をする必要がなく画像生成をしてくれます。 この動画では AI イラストくんの使い方についてわかりやすく解説します AI イラストくんは LINE アプリから使うことができます LINE アプリに入ってトークから AI イラストくんを検索して友達追加することで使用することができます以前までは招待コードを入力しないと画像生成することができなかったのですが招待廃止になって現在では招待コードがなくても誰でも画像生成できるようになっています友達を追加するとこちらのようになります パソコンを使用せずに LINE を使ってスマホ一つで手軽に画像生成できるので非常に便利です。商用利用が可能について、AI イラストくんで生成した画像は商用利用可能です。公式サイトの下付近にある Q&A から確認できます。しっかり利用規約は見ておきましょう。利用規約は公式サイトの一番下にあります。SNS でのアイコンに利用したり商用利用してもいいということなので、 画像生成した AI イラストでビジネスをしたい人などにとっては助かります。グロテスク、性的な画像生成は禁止について、よくある質問にあるのですが、暴力的、グロテスクな表現、性的な表現等の画像生成は禁止されているので確認しておきましょう。画像生成する方法について、画像生成する方法は簡単です。アニメ調のイラストを生成したいときは下部にあるメニューを押してから、 イラストを作るをタップしてください。画像生成したいイラストを日本語で入力してください。単語だけでなく言語でも反映されます。入力したら画像を生成するボタンを押すと生成できます。今回の例では全身、女の子、ドレス、ショートヘア、幸せと入力して画像生成してみました。1分くらいで画像生成がされます。 全身の構図でショートヘアーの女性がドレスを着て幸せそうな画像を生成することができました全身画像を生成させる場合は他の AI 生成サービスでは体型が明らかに目立っておかしかったり足が3本になったりする時が多いのですが1回目で違和感のない体型バランスの取れた画像生成がされたので驚きです人物を作る方法についてリアル実写の人物を生成したいときは 人物を作るを押してください。メッセージ場所に画像生成したい田んぼか言語を入力してください。今回の例ではドレスを着たロングヘアの女性を画像生成することができました。風景を作る方法について、風景、背景の実を作成したいときは、風景を作るを押してください。今回の場合は遊園地と入力しました。画像を生成するを押すと、 遊園地の画像がしっかりと生成されていることが確認できますアスペクト比率を変更する方法についてメッセージ入力の上部にある画像のサイズを変更からアスペクト比率を変更することができます初期設定では正方形の画像生成がされますが横長の16対9比率などに設定することが可能なので必要に応じて変えましょう無料版は1日3枚について 無料プランでは1日に3枚生成することができます4枚以上生成したいときはこちらの画像のようにライトプランかプロプランに入る必要がありますもっとたくさん生成したいという人は課金を検討してみてください過去に生成した作品を確認する方法について作成した画像作品をメッセージ内の場所からではなく生成した画像作品だけを一覧で確認したいときがあります右上にある3つの横線アイコンを押してください写真 動画を押してください。過去に生成した画像を一覧で確認することができます。有料プランの内容と料金について、有料版ではライトプランとプロプランの2つがあります。ライトプランでは月額1980円で1日30枚生成することができます。また、生成時間が早くなります。さらに、イラストのクオリティが上がります。プロプランでは月額6980円で無制限で生成可能になっています。生成時間が早くなり、 イラストのクオリティが上が上ります。無料プランでは1日3枚までになっているので本格的に使いたい人はライトプランに入るかまたは枚数を気にすることなく納得いくまで無制限に生成することができるプロプランに加入するといいです無料プランよりも生成枚数が上がるだけでなく生成時間の短縮やイラストのクオリティも上がって生成されるのでメリットが多いです有料プランの加入課金方法について ライトプランやプロプランに課金する場合は4回目を生成しようとするとプラン内容がメッセージに表示されますこちらの画像のようにメッセージ上にライトプランにするかプロプランに入るか選択が出てきますので一つ選択してくださいお試しで3日間無料体験することができます3日以内にキャンセルすることで料金は発生しませんプランを選択してクレジットカードの情報入力画面に移動しますこちらの画像の順番に沿った説明をしていきます 1. メールアドレスを入力。2。カード情報を入力してください。4つのクレジットカードでの支払いが可能です。1つ目は JCB。2つ目は Visa。3つ目はマスターカード4つ目はアメリカンエクスプレスになります。3。カードの名義人を入力してください。4。住んでいる地域を設定してください。5。次回からの購入をワンクリックで済ませたいならチェックを入れてください。6。 申し込むボタンを押してください。申し込みが完了するとこちらのような画面になります。無料体験の3日間が終了すると月額料金が発生します。完了後、メッセージ場所に戻ると以下のように加入完了通知が届くので確認しておきましょう。キャンセル、解約方法について、無料トライアル期間中でのキャンセルや有料プランを解約をしたいときは、右上のアカウントアイコンを押してください。 右上にある3点マークを押してから公式アカウントを見るをタップしてください下にスクロールしてから有料プランや解約についてにあるリンクを押してくださいメールアドレスを入力してから送信ボタンを押してくださいメールアドレス宛てにログインできる内容が届くので確認してくださいメール内容からログインを押してくださいログインしたら下にあるプランをキャンセルボタンから解約することができます AI イラストくんの公式 Twitter では時々コンテストやイラスト募集がされているので応募してみるといいでしょうあなたが生成した作品が採用されるかもしれませんから参加してみましょうまとめです AI イラストくんは多くの人が使っている LINE アプリから手軽に画像生成することができます1日3枚無料で生成することができて 有料のプロプランに課金することで枚数を気にすることなく無制限に生成することができます。日本語での呪文入力に対応しているので、わざわざ翻訳して英語入力する必要がある他の AI イラストメーカーよりも便利です。アニメ風のイラスト、リアルな人物、風景のどれにしても質の高い生成がされるので良い作品ができたらアイコンなどに使用するといいでしょう。以上で AI イラストくんの使い方について解説しました。 アイゼネでは AI 先生に関した情報発信をしています。動画の内容が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。